さて、今年2024年はオリンピックイヤー。フランス・パリでのオリンピックの開催を来月に控え、大きな注目を集めていますね。そして今からちょうど60年前の1964年、ここ東京で日本で初めてオリンピックが開催されました。次はそんな当時の東京オリンピックの開会式で演奏された東京オリンピックファンファーレとマーチをお送りします。実は当時実際にファンファーレを演奏したのが我々中央音楽隊でした。本日は先輩方の伝統と思いを引き継いで演奏したいと思います。それではお聴きください。指揮は中央音楽隊隊長志賀徹一等陸佐です。Thank you.
ありがとうございました。東京オリンピックファンファーレとマーチをお送りしました。